おろしきおろしきは、食材をすりおろすための調理器具の総称。表面に、小さな突起が多数突き出ており、突起部に食材をこすりつけることで食材の組織を破壊し、食材を再変化する。金属製のものが多いが、近年では、プラスチック製のものやセラミック製のものも多く、市販されている。陶製やガラス製のものもある。金属板の表面に目立てによって、 多数の刃をつけたもの。鈴で加工した銅板、アルミニウム、ステンレス板などが用いられる。表と裏の両面使えるものも多く、その場合には、表と裏で、目の細かさが異なる。サメ側おろしサメ側を利用したおろし器で、突起が小さく突起部の密集度が高いので、食材を滑らかにすりおろすことができる。わさびをおろすのに多用され、わさび以外の食材に利用することは、 ほとんどない。竹を加工し、巨子状に1センチメートルほどの三角形の突起を持たせたおろし器。粗く塊状におろすことができる。大根をおろすのに利用され、大根以外の食材に利用されることは稀である。栃木県をはじめとする北関東地域の郷土料理、下カレれを作るのに欠かせない道具である。鬼おろし。チーズをすりおろすための道具。日本では英語名称で、 チーズグレーターとも呼ばれる。グレーターと呼ばれる器具には、食材をペースト状、粉末状におろすことを用途とするもののほか、削る、切るものも含まれる。様々な形状のものがあるが、筒状あるいは半円状に沿った形状の金属板で多数の刃が付けられているものが多い。岩塩をおろすための道具、ステーキ店や焼肉専門店などで用いられることがある。 すり鉢の串目を使い、山芋をすりおろすのに利用されることがある。おろし器にはスライサーとセットになったものもある。ありがとうございます。